月毛の馬極めて白い月毛の子馬。ただし肌は浅黒く、目は茶色である月毛とは、原毛色が栗毛、または土地栗毛で、変異型マットップ遺伝子をヘテロで持つ馬が発現する、毛色のこと、またはこの毛色を持つ馬そのものを指す。クリーム色から淡い紅白色の紐を持つ。栗毛より明るく、透け目毛より濃い毛色である。紐は、クリーム色から淡い紅白色で、 馬によってはスケメゲに近くなる場合もある。体の部位による色味の差は目立たないが、長毛は紐毛と同じか、より明るい傾向がある。目は一般に茶色で、肌の色は浅黒い。スケメゲは青い目とピンクの肌を持つため、ここで区別することができる。体毛には少量のフェオメラニンが含まれ、エウメラニンはごく少ない。アラブ系の品種ではまず見られず、サラブレッドでも、 特定家系に限られるが、クォーターホースに比較的見られる。この毛色の原因遺伝子は、変異型マットップ遺伝子と、変異型 MC1R 遺伝子である。前者を、ヘテロで、後者を、ホモで持っている。足毛遺伝子や白髪遺伝子など、より優先される毛色関連遺伝子は持たない。栗毛遺伝子を、ホモで持つと、濃いフェオメラニンによる赤っぽい毛色になるが、これに加えて、 クリーム様希釈遺伝子を持つため、メラニンの濃度が下げられ、薄いフェオメラニンによるクリーム色の毛色になっている。クリーム様希釈遺伝子についてはスケメケ参照。スケメゲと異なり、月毛はクリーム様希釈遺伝子をヘテロでしか持たないため、スケメゲほど全身白くはならない。ありがとうございます。